AGV の移動経路をを可視化すする方法説明しまシミュレーション再生中に AGV の移動経路を確認することが難しいためロボットの総員ボリューム機能を使用し AGV の移動経路を可視化する方法を説明します,ーす,しーしす,しますホームタブをクリックし E カタログのタイプ別モデルに移動しますロボッツを展開しビジュアルコンポーネンツをクリックし ジェネリックアーティキュラテッドロボットを 3D ワールドに追加します。3D ワールドでロボットを選択し、コンポーネントプロパティを表示します。アクション設定を展開します。出力を81に設定すると、出力81が true の場合、送印ボリュームオンを実行し、フォルスの場合、送印ボリュームオフを実行します。送印したジオメトリーを展開します。 リストか送印,印ボリューム音を実行するとき移動経路をどのように表示するかを設定するために送印の方法をロフティングに変更します送印したジオメトリーを実行するために透明なマテリアルを使用しますマテリアルでトランスプアンダーラインオレンジを選択します後でで確認できるように、 ジオメトリーを保存するオプションもありますがこの動画では行いません機能を確認するためにロボットにインボリューム音を実行するための指示をする必要がありますプログラムタブに移動しプログラムエディターでセットバイナリ出力ステートメントを追加しますステートメントプロパティのバイナリ出力ステートメントを81に変更し出力値を True の値にします シミュレーションを再生すると、AGV のジオメトリーが送印されるため、AGV の移動経路を確認することができます。シミュレーションをリセットすると、送印ボリュームは保存されないため、軌跡が消えます。シミュレーション再生中は、AGV の移動経路を表示することができます。AGV の移動経路を可視化する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただき、 ありがとうございました。